9月27日、自民党総裁選の投開票が行われ、石破茂氏67が高市さない氏63との決選投票を見事、政子新総裁に選出された。その裏で、キングメーカーの態度が波紋を呼んでいる。史上最多となる9名の候補が出馬した今回の総裁選。1回目の投票では過半数を超える候補がおらず、181票。 獲得した1位の高市氏と154票、獲得した2位の石橋氏の決選投票に。1回目では、国会議員票、党員票ともに、高市氏を下回っていた石橋氏だが、決選投票では、どちらも高市氏を上回り、大逆転で総裁の座をつかみ取った。裏金問題によって派閥は事実上ほぼなくなった自民党だが、混戦を極めた。 総裁選でもキングメーカーたちの存在感は依然として強かった菅義偉元首相は小泉進次郎氏を岸田首相は林芳正氏をそれぞれ支援するなど派閥はほぼなくなったものの有力議員が投票に与える影響力は極めて大きいです特に党内で唯一派閥を解消していない麻生太郎副総裁84の力は 強いと見られており、投開票直前に、新次郎氏や石橋氏が支援を求めに面会したと言われています。また、投開票前日の26日夜には、麻生太郎氏が1回目の投票から、高市氏に投票するよう派閥の議員に指示したという報道もありました麻生派の後ろ盾を得たことで、高市氏の情勢はかなり優位になったと見られていたのですが、全国指揮者。 しかし、結果的に麻生氏が押したとされる高市氏が破れることに、さらに麻生政権末期に石橋氏が公然と麻生卸に関わっていたことから、同氏のことを麻生氏は快く思っておらず、犬猿の中と言われている。とはいえ、勝負は勝負。麻生氏も石橋新総裁の誕生を祝福するかと思いきや、決戦党開票後、 新総裁としての挨拶をすべく、万来の拍手の中、壇上に向かった石橋階段を上ると、下手に座る岸田総裁ら党役員たちに一礼をする。ほとんどの役員は、挨拶に頭をきちんと下げ応じるのだが、麻生氏はわずかに頭を下げるのみだった。さらに、石橋氏が挨拶を終え、改めて会場中から、大きな拍手が送られるも、麻生氏は、 数回拍手はしたものの他の議員よりは短く、表情も終始無然とした様子。しかし、その後行われた岸田総裁の挨拶後には、しっかりと拍手を送っていた。押していた候補が破れ、因縁の相手に対して明らさまな態度を見せた麻生氏。この、キングメーカーの振る舞いに、X 上では、げんなりする声が。石破さん壇上に上がった時の麻生、 ひどい態度だったなよほど嫌いなのか。壇上でめちゃくちゃ不機嫌な態度の麻生太郎ぐさ。麻生さんと石破さんの間に何があったんだろう。石破さんが麻生さんの前を通った時のあの顔。演説後に拍手もしないし相当不満なんだろうね。これはさすがに恥ずかしいわ。麻生さん、大人げない負けは負けなんだから受け入れろよ。 以下は視聴者からのコメントで、河野から高市に乗り換えるって、政策だけ見たら別物すぎてなりふり構わなさすぎでしょ。内容は二の次で、いかに政権での影響力を保持するかしか考えてないのがよくわかる。国民の声を反映するために設けてないんだろうけど、議員にも定年制が必要な気がする。議員は、 税金で給料をもらってるわけだし定年を設けるべきだと思ういつまでも影響力を持たせるのは国民の総意と間違った思惑になりがちで政権が国民の意見で交代する大統領制とはほど遠い派閥児童で総裁が決まるよりは一歩前進したかと思う石橋の思想と阿生の思想が真逆だから多くの場面で対立することから懸縁の中とも言える 石橋は国民生活に寄り添った政治思想。一方の麻生はこれまで続いた30年間の自民党政権の富裕層に寄り添った思想。石橋が自民党の総裁になったことから自民党重役職や内閣役職から麻生を排除。できれば自民党が民意や国民生活に沿った党に戻れるかもしれない。昔々、 冒険の中国庭園に隣接するお土産屋さんにレトルトカレーだったかなが置いてあったのですが箱の絵はガンダムと一体化したように描かれた石破さんと下の方にこいつ動くぞってつぶやいている麻生さんの絵でしたそんな時代もあったのです麻生氏は政治家としての信念で石破氏に反対を突きつけた結果はご覧の通り オリンピアで勝敗にこだわり負ければ悔しいに決まっています。副総裁のポストを用意するのが無難だと私は思います。政治家は力と知名度。海外で知られているのは麻生氏です。国難であるからこそ必要な毒もあると思います。隅っこに避けておいておく政治家では絶対にないと思います。小安倍氏の大切な友人の一人だと思う。 私は寿命までに女性総裁内閣総理大臣をこの目で見届けたい私に時間の余裕は30年ぐらいしかない国民に向く政治なら自民党でも立憲民主党でも構わない問題は昔の党を向いた政治家たちとその取り巻き石破氏と野田氏がきっちりと国民を向いた政策を戦わせてほしい 一方、通り駅や、利権の議員たちは一掃されるように、リーダーたちが毅然と対応し、地元の有権者もわずかな支持を満たす人でなく、国を良くしてくれる議員を選出してほしい。残念ながら、石橋勝利直後のお顔を見たかったが見ることが、できなかった。ただその後の表情についてはこの記事に書いてある通りで、石橋の登壇時や挨拶時には右を向いて、石橋を見ていなかったのには苦笑した。 そして、石橋講談時には下を向いていたのを見た時には、よほど悔しいのだろうなぁ、と推測できた。あくまで邪水なのだが、以前から囁かれていた、息子への禅情が、自身の予定よりも早まる、可能性もありかも。麻生さんは、もうこのまま失速してくれないかな。これまでも口も態度もひどいと思う場面がたびたび、あったけれど、地元が勝たせてしまうんですよね。 国の仕事なんだから選挙区制やめて地盤だの、カバンだのの古い政治から脱却してほしい。まあ、麻生さんが左右しなかったなら、良い兆候だと思う。長い魔音を導く立場で、しかも総理まで務めた人間が、こんな子供みたいな態度をとるなんて、あまりにも大人げないですね。どんどん周りから人が離れていってしまいます。金や権力でつなぎ止めていくような時代では、 なくなってきていますし、それでいいと思います。前日に、石破が直接対面して、頭を下げたのに、その晩に、高市投票を指示と報道が出て、明らかに、石破を潰しに行ったのに見事に、一種返しされたからな。派閥を残したのに影響力は身を結ばず負け組に、もうこれで、麻生は終わりだね。まだ、石破と赤壊して乗っかってた方が、 見栄えもいいし、延命もあったのに。石破さんの心配なとこは話し方がストレートではないから、本心がわかりにくい。外人には特にわかりにくいんじゃないだろうか。とにかく決まったんだから頑張ってもらいたい。今の日本の総理大臣になるというのは、ものすごい重責だと思うので。安倍、麻生、二階の時代は終わったということ。旧安倍派、旧二階派の裏金議員と、 高市市寺に回った麻生派は排除されるだろう。最も変わるのは外交政策ではないだろうか。今では権力を握っている麻生氏だが、総理時代に実に情けない退場をさせられた。選挙の顔として総理に選ばれたが、リーマンショックによる世界金融危機により支持率が急落。麻生では戦えないと自民内の反麻生勢力が100人以上立ち上がる。 その中には、身内の農林水産大臣だった石橋も参加していた。野党と自民内部から追い込まれた麻生内閣は、結局、野党連合に選挙で歴史的な大敗。野党の鳩山幸夫内閣に政権を明け渡したが、これほど惨めな総理も珍しく、麻生氏は実に哀れだった。この時の屈辱が今の権力欲に繋がったか。また、石橋は、 明智光秀に見えたのかもしれない。